どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではミニメトロ、今回はムンバイ編をプレイしていこうと思います。ムンバイといえば2つからスタート。ムンバイは、インドの最大の都市ですね。まあインドの首都ではなくてですね、まああくまで人口が一番多いっていうだけで、インドの首都自体は、ニューデリーっていうところですね。まあ日本にはあまり馴染みがないかもしれないね。うん。まあでもムンバイってね、まあ、日本人ならよく知っている、タージマハルという、まあ、言葉もそうだし、カレー屋さん、インドカレー屋さんなんかもあるけど、まあ、タージマハルホテルという高級ホテルがあるよっていう、うん、まあ、それぐらいはもしかしたら知られているかもしれない。うん。僕もね、あんまり詳しくないから、あんまり詳しく語れないんだな。まあ、ムンバイについては知らん。まあ、インドについては、ゼロという概念を、初めて作り出したという、まあ、数学大国っていうことは、まあ、みんな知ってるんじゃないかなと思います。まあそんなところに、じゃあ今回も鉄道を敷いていきましょうね。後続車両が最初からあるんだね。今気づいた。後続車両が最初からある、また珍しいパターンだなこれ。そんなに人多くなるの？え、ちょっと待って、4人しか運べないパターン、もしかして。あーぽいな、4人しか運べないパターンだなこれ。これは最初から後続車両入れといた方がいいぞ。 OKOK、 はい、まあ、こんな感じでじゃあやっていきましょうか。後続車両2つか、まあ、橋がね2つあるからね、今はまだいらないとは思うんだけど、ただどうしよう、今1台でなんとかなってるよね。無理に入れる必要、先頭車両入れる必要ないと思うんだよね。本当必要な時にさえあればいいから。どうしたのかな、こうか。橋の向こう側にできましたね。一応送り出しましょうか。まだねもう一本あるからね、まだいける、大丈夫よ。はい、どうぞ。ちょっと多くなってきたかな。おい、こんな感じで、はい、どうでしょうか。がっつり持ってって、先頭車両、いや今は後続車両だな。後続車両もう一個入れましょう。 OK、 すごいなんか連なってるように見えるけど全然だからねこれ。なかなか辛そう。これで反対方向に向かう、まあ向かい合う線路じゃない、先頭車両ができましたね。これでもうずっと環状に動いてもらいましょうね。でもベストじゃないかな。結構積むね。結構積むね。もう一つ欲しいかなね。はい、案外三角多いな。丸と三角どうするか。丸が、あ、ちょっと待って、線路、いや線路じゃない、後続車両だ。ちょっと待って、後続車両をもう一台増やすよ。 OK、 丸が 1,2,3,4,5,6,6 三角が 1,2,3,4、 まあでもそんな 大差ねえか。それにしてもあれだね、駅が増えてきたから回らないといけない部分が増えちゃって、なんだろう、その一個一個の駅に回る、なんか間に合わない感じになってきましたね、到着が。はい、仕
近くに行きたいね、はい、で一つの車両に4つしか、あ、4人しか乗せらんないから、これね案外ねきついよきっと、うん、だんだんなんか厄介なことになってきたな。おっと、丸に行きたいのかい。後続車両だな、まだまだ後続車両だな。こっち向きかな。でお前も後続車両ありで頑張る。 OK、 よし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 。これさ、こっちにもうなんか緊急対応用の車両とか用意しなくていいから、黄色ガンガン走らせた方がいいかな、これね、のような気がしてきたよ。さらに来る、いや、こうがいいかな。うん、絞られた感じがしますね。変な壁がここに発生しましたね。とりあえずでも500人は行った、案外いけるもんですね。さあでも間に合うか。まあ線路でしょうね。まだいけるね、ピンクね。頑張って頑張って。ちなみにだけどさ、よいしょと。あ、まだ走らせられるんだね。オッケー。間に合ってー。オッケー。積むねー。だんだん難しくなってきましたね、本当扱いが。線路が多分長いんだろうね。いや長い、違う、駅が多い。だから一つ一つの駅にいちいち停車して運ばないといけないから、それが多分結構きついんじゃないかな。時間が全然足りてないとかね。資格めっちゃ積んだね。近くそんなに集中する？ちょっと待って、そんなんなる？いやちょっと待って、こっちでいいや。でこれを四角につなげよう。四角に持っていかない？なんで四角に持っていかない？ちょっと待って、はい、待って、そしてプラス持ってって、いけるか？いけるか？大丈夫か？ OK。 ピザどこにできてる？ピザあそこか。はい、足りてない、大丈夫か？いけたか？あー、ダメでした。ギリ間に合わなかったね。948人か。でも948人か。なかなかいい方だと思うけどね。オッケー。じゃあ、1000人はなんとかいけそうな雰囲気があるから、まあ、800人ぐらいまでカットかな。じゃあ、はい。じゃあ、よろしくお願いいたします。436人で終わってしまった。駅のつなぎ方がまずかったかな。やっぱ一本一本の環状線を大きくしてもいいのかもしれない。なんかさっきはすごい不安あったけど、それが安定してたかもしれない。混雑はするんだけど、絶対しちゃうんだけど、なんとか処理しきれてたからね。あんな500人もいかないところで終わるような状態ではなかったから、環状線を大きな環状線を作って、それで対応させていくっていう作戦にちょっと切り替えましょう。切り替えましょうというか、戻しましょう。はい、じゃあまた、まあ800人ぐらいまでいけたらそこまでカットということで、よろしくお願いします。
さあもうすぐ900人のところまで行きますね。ピンクが恐ろしい感情線になっておりますと。おっと、あ、これか。もうピンクはね、マックスで戦闘車両4つまで行けるみたいなので、4つもマックスまで置いて、かつ、後続車両をありったけつぎ込んでいる状態ですね。で、私がまあゆっくり進行するにあたって、まあ、こういう風にちょいちょいと危険そうだなっていうところを助け舟を、まあ、いつも通り出しているような状態です。そうすることによって、だいぶ緩和されてきてはいますね、混雑が。はい、OK です。戦闘車両がね、余っちゃってるからね、黄色に使おうかな。どうしよっかな。ここさ、丸に設置されてるのが多分よろしくないんだよね、本当はね。ここがいいんだよね、本当はね。なので、ちょっと出て。 OK、 こうしましょう。こうしたら少しは消火率も良くなることでしょう。まあまあ、ここの丸たちはちょっとね、偏僻なところにあるんで、線路がもう一個新しく来たら、もうなんだ、常在線を作りましょうね。常在線って常にいるって書いて常在線ね。 OK、 臨時列車は走らせない形の常在線を作っていきましょうね。 OK、 で、まだまだ戦闘車両あるんで、星が現れたの辛いな。こうしておくか。線路来る？来たね。OK。じゃあ、こうしましょうか。ね。はい。頑張ってねーって。うん。OK。よし。橋ももう一個欲しいところだね。二つまでしかないからね。最初のもうなんかデフォルトが。で、この、何色って言ったらいいかよくわかんないけど。この薄緑色、なんか水色と黄緑を混ぜたようなこの色は、じゃあ2台、戦闘車両2台で、黄色もね、戦闘車両2台で行ってくれてますからね。で、薄紫に関しては臨時列車で確保しておきたいので、まあそれは置いておきましょう。とっとっとっと、変なの触んないよ。丸に行きたいんだね。丸、ここなんか全然あれだね、ないんだね。これは怖いわ。そりゃ丸だらけになるわ、ここ積むの。ね。OK、入って。本当は間に丸挟みたいね。こうする？こうして、こうする？そしたら、丸が途中で入るからさ、なんとかいけるんじゃないかなと思うわけですけど、それでも詰まってるね。ほらよ、積み切れない分に関しては持っていきな。これがやばい。はい、いけた。なんかね、5つ以上溜まったらね、もうアウトっぽいんだわ。結構ね、混雑になる条件も結構厳しい。あー、やばいよ。あ、全然足りてない。大丈夫か。あ、やばいやばいやばい。終わった。絶対終わった。終わりましたね。1299人か。四角がやっぱね、東側に発生してないのきついわ。そういうとこなんでしょうね。まあでも1299人、まあ悪くはないと思う、記録的には。ムンバイ、インドの最大の都市ですね。膨大な数の列車を管理して、インド最大の都市をつなぎましょうということで、まあ、確かに確かに。この説明の通りなんだよな。膨大な数の列車。車両の数だけは相当多かった。後続車両がだって、同時に2つも手に入るからね。まあでも結構、世話しないけど、すごく楽しい場所でしたね。OK、よし。それでは、次回、ミニメトロ最終回、オークランドですね。これで、ミニメトロの、おそらく実況は最小限になるんじゃないかなと思います。もしかしたら追加コンテンツとかで発生したら買うかもしれないけどね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回、オークランドでお会いいたしましょう。失礼いたします。